皆さんこんにちは。かなり前にですね、FG ノットの、結び方と、あとフィッシャーマンズノット、別名鈴木ノットというですね、P ラインとリーダーの結節方法をご紹介させていただいた記憶があるんですが、より簡単な結び方をちょっと今回、ご紹介させていただきたいなと。通常 3.5 ノットアジングとかに使う 3.5 ノット、という簡単な、ノットの、改良版です。でなんでこれやってるかっていうと、 FG ノットは確かに強度が強いので、家で準備していくときには FG ノットを私もやります。ただ現場でね、万が一高切れとかリーダーが傷ついてしまったときに、目の前でナブラが起こっているとかですね、ちょうど地合いのど真ん中、もしくは暗いとかですね、風が強いとか、そういう場合に FG ノットは正直言って非常に面倒くさいので、私はこの簡単な結び方を使います。大体2つですね。1つは 3.5 ノットの改良版と、もう1つは次回ビデオでご紹介させていただきたいと思うんですけど、トリプル8ノット、多分ほとんどの方はご存知だと思うんですけどね、を使います。でこの 3.5 ノットを今からやっていきます。まずこれ P、これ40ポンドの P です。でリーダーフロロカーボンの、これも同じく40ポンドを準備しました。でこれですね、大体20センチぐらい、重ねて持ってください。このぐらいですね。で重ねたら、P とこのリーダーを一緒にしたままで輪を作ります。はい、輪を作りました。でこの輪をですね、3回ほどくぐらせます。1回、これ P とリーダーまとめてですね、1回2回3回。はい。でその次にこの P だけをまた中にくぐらせます。これが 3.5 ノットの 0.5 ですね、このぐらいです。でここから締め込んでいくんですが、必ず1回口に含むなどして、ラインを締めらせてください。これなんでかっていうと、湿らしてないまま締め込むと摩擦で PE、リーダーともに、強度が落ちてしまいます。で軽く締めてくださいね。8割ぐらいでいいです。今の段階では軽く締めました。でここからなんですが、通常アジングとかメバリングの等のですね、ライトゲームではこのまま使います。でこのままだと今だいたいですね、 FG ノットが90% ぐらいの、強度で結節されるのに対して、これは65-70% ぐらいですね、今の段階で。私はここからさらにこのリーダー側の、この端っこの P の出てる端、これ10センチぐらい出てますね、これを使います。これを、リーダーの方にハーフピッチで1回2回編み込みます。これも5回とか10回編み込んでもいいんですが、それやっちゃうと今度簡単な結びというですね、コンセプトから外れてしまうので、これ1回2回今締めましたね。で最後にエンドノット、エンドノットはハーフピッチの、巻きを2回にするだけなので、で、はい、締めました。でここからPE と PE グッグッと締めますね。でフロロカーボンのリーダーとリーダー、またグッグッと締めてください。で今度はメインランの PE と、リーダーをグッと締めていく。でこれあんまり焦らずにゆっくりゆっくり締め込んでいってください。締まりましたね。でこれ結び目がですね、 FG よりもやはりどうしても大きくなってしまうんですが、この結び方自体が、トップガイドに巻き込むようなものでもありませんので、このリーダーの長さがですね、だいたい1広から1広半、2メーター以内という長さでやってください。でこの端っこの P は巻き込まないので5ミリくらい出して切りましょう。でフロロカーボンの方は3ミリ、2ミリとか3ミリくらいですね。
で、はい、これでできました。完成です。で、このノットの強度なんですが、まあ今編み込みとヘンドノットをしたことによって、65から 70% のものがだいたい 70% から 75% ぐらいまで1割ぐらい1割強増えますんで、で FG ノット 90% に対してこの 3.5 ノット改良版が 75% で、不安に思われるかもしれませんが、実用上ほとんど問題はないと思います。私この結びでですね、他の私の YouTube の中でご紹介させていただいている、去年撮った1メートルオーバーの、まあ、10キロ近い大仁米もこのノットで撮りましたし、今年初めての青物の平政も、一回背切れして急に結んでからもう一回かかってるんで、この 3.5 ノットで撮ってます。青物も全然だから対応できますね、問題ないと思います。3.5 ノットの改良版、ご視聴ありがとうございました。